こんにちは、みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、今日は浴衣第2弾です。はい、2弾です。はい、はい、前回よりは簡単です。よかったです。前回ちょっと難しかったので、ね、うん、はい、今日はより簡単に考えてきました。はい、はい、まあ、セミロングとロングの方にすごいおすすめなので、ぜひやってみてください。顔周りの遅れ毛もちょっと切り方前回やってるので、それもぜひ見てほしいです。動画スタート。リデイのオイルを使います。3、4滴出します。手に伸ばして毛先から順に上に伸ばしていきます。顔周りもしっかりつけていきます。右サイドを耳後ろで分けていきます。残りの髪の毛を左の耳後ろでまとめます。お団子状に結んでいきます。お団子を上下に裂くようにほぐしていきます。お団子から放射線状になるように3ミリ束で引き出していきます。トップの部分も同じように引き出していきます。サイドの髪の毛を2つに分けて、耳よりも後ろの位置でロープ状に編んでいきます。編んだ部分を少しずつほぐしていきます。お団子の部分に巻きつけていきます。上からゴムで結んでいきます。サイドの髪の毛を押さえながら、前髪の横の髪の毛ともみあげを下ろしていきます。26ミリのコテを使っていきます。横の髪の毛は外巻きに巻いていきます。もみあげの部分は外羽に巻いていきます。巻いた髪の毛を裂くようにほぐしていきます。ヘアバトンを使います。お団子のゴムの部分にヘアバトンをつけていきます。完成です。浴衣アレンジ第2弾、ぜひやってみてください。